角野田、いいプレー、素晴らしいプレーを見せました。さあ3アウトを取りました。8回の裏タイガースはセンターへ鋭い打球、センターの頭越えない、中川ナイスキャッチ、素晴らしい当たり、センター正面伸びていく打球、捉えた当たりはショートうまく取って、三塁を踏みました。そういうアイデアが瞬時に来たんでしょうね。三遊間のゴロ、しかしクショートゴロ、紅林うまく取った、セカンド踏んで一塁送球、見事なショート紅林のプレー、最後のプレーです。初球は止めたバットに当たってボテボテはショート前に出て一塁送球、一塁は際どいタイミングでした。山口のこう右足ですよね。踏んでる、アウト変わらずでした。打ちました、バットの先、セッター前に出てくる、前に出てきて取りました。危ねえという口の動き、やはり送ります。セカンドに投げた、あー一塁もアウトでダブルプレー、うまくさばきましたが、サード深いところからふわっとした送球、ここはさすがの胸のさばきでした。バントします、川瀬がセカンド、セカンド今宮もよくショートバウンドを抑えました。セカンドフォースアウトになりました。この回からサードには川瀬が入っていました。これ走る打ってサードゴロ、一塁送球、一塁はアウト、ランナー三塁に向かっていく、タッチはこれが好走塁、ここで触れてその後ここで離れるんです、はい、あーどうでしょうか、アウトに変わりました。足に当たるショート逆を突かれた、足立一塁へアウトにしました。ここは足立のナイスプレー、逆を突かれても送球まで完成させました。山本自体には今のボール、これは総選挙バントですからね。栗山初球打ち、宗義母頓宮一塁もアウト、ダブルプレーを取りました。戸谷初安打は打たれましたけども、うまく打ったか、セカンドライナー、岡村翔も完璧な当たりですけどね、ファインプレー、三遊間の深いところ取った藤岡、一塁はいい守備になった、アウト、ここは頓宮を仕留めました。3アウトです。森友哉の犠牲フライ、ただバファローズは追加点、その最後の守備をご覧いただきましょう。引っ掛けた、1、2塁間、セカンド外崎、2塁に送る、ここはナイスプレーがありました、セカンド外崎。そしてハーフバウンドを取ったショートの源田、この辺りの二遊間のコンビ、送球がワンバウンドしたことで誤ってはいましたが、ただ2塁に送った外崎選手ですね。しかし行く、ショートゴロ、少しイレギュラー、ただ対応する、一塁はセーフになりました。ショート源田の打球、最後のバウンドでイレギュラーがありましたが、見事対応、二塁はアウトにしました。今の打球です、若月ショート深いところ、杉本も走りますが一塁アウト、源田ちょっとうまいですね。いやーそつないですね、取ってからも早かった。初球打ちは三遊間、三遊間、久々のヒットが出ました。そしてセカンドランナー回ってきた、ホームはタッチアウトでした。ここはレフトの池田からいいボール返ってきました。マリーンズからすると久々、初球打ちやった、センターへ、センター下がって辰巳がセカンド、ディフェンスいっぱい、ジャンプ、またランナーは三塁に向かっていく、センターへの大きなフライでした。
打球を三塁に投げました。そしてアウトにしました。もうそこしか間に合わないですよ。